ともりかつよしともりかつよしは沖縄県出身のプロゴルファー、サニックリーン所属日本人プロゴルファーとして初めてヨーロッパゴルフツアーに4年間フル参戦した選手である日本ゴルフツアー通算7章。宮古水産高校卒業後、就職することができないまま、故郷の宮古島から本島に渡る親戚の手伝いなどアルバイトで暮らしていたが、 20歳の時にゴルフ練習場でボール拾いのアルバイトを始める。ゴルファーとしてのスタートはかなり遅く、21歳からゴルフを始め、24歳の時に初めてマイクラブを手に入れて練習量が増える。26歳で福岡県の麻生飯塚ゴルフクラブに入り、所属プロであった藤井義幸の弟子となる。同じ所属プロで藤井の弟子であった。 秋戸みゆりおや藤池登ーとのラウンドで腕を磨き、1983年12月に29歳でプロテストに合格。1986年のミトグリーンオープンでチャレンジトーナメント初優勝。1987年の九州オープンでツアー初優勝を果たす。1989年には日本プロスポーツ大賞新人賞を受賞。 1995年の全英オープンでは2日目の強風の中を68で優勝したジョン・デイリーとトップタイで結果的には24位であったが世界にその名を轟かせる。帰国後に日本プロマッチプレー選手権プロミス杯で初優勝を飾り決勝戦で当時26歳の丸山茂木を破った。この優勝により 日本ゴルフツアーの5年シード権を獲得すると全英オープンで手応えをつかんだこともあり、1996年末のヨーロッパゴルフツアーのクオリファイングスクールに挑戦して見事突破。日本人プロゴルファーとして初めてヨーロッパツアーのシード権を獲得したが、この当時、トモリはすでに42歳を迎えていた。1997年から2000年までの4年間に、 渡り、ヨーロッパツアーのメンバーとしてプレーする。1999年10月に行われた、サラゼンワールドオープンで、トーマス・ビヨンに2打差で敗れて、優勝は逃したが、2位という成績を残す。この期間中に戦ったメジャー大会では、1998年の全英オープンで、最終ラウンドをタイガー・ウッズと一緒に回り、その日1日で79を叩いて42位に終わった。 ことがある。2001年に帰国後、2003年の JCB クラシック仙台で8年ぶりの日本ツアー優勝を達成。この時は宮里優作を2打差で振り切り、20アンダーパーで優勝。2004年からは日本と欧州のシニアツアーに参戦し、2006年にはスカンジナビアシニアオープンで優勝。通称級スクール。 シード権獲得への出場資格試験のこと、ありがとうございます。